日本埼玉県所沢市東、所沢和田東、所沢和田は、埼玉県所沢市の町名。現行行政地名は、東、所沢和田1丁目から、東、所沢和田3丁目。郵便番号は359-0023。所沢市内の東部、松井地区に所属する。JR 武蔵野線東所沢駅の西側に位置し、東所沢。 本郷下安松、松里、新号と隣接する。町域内はむね鉄道の開通に伴って、開発された、市街地で、南から北の順に1丁目から3丁目が設置されている。町境南側に、埼玉県道、東京都道179号、所沢大目線、西側に、埼玉県道126号、所沢堀金、鞘山線が通り、 また、町坂井北側には、東川が流れている。南端には、柳瀬川が作り出した、貸し断球の断球崖がある。住宅地地下は、2017年1月1日の、工事地下によれば、東、所沢あだ山丁目24番4の地点で16万円、平方メートルとなっている。旧正寺の所沢市、大あ市も安松和田,和田を由来とする。 2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通り町域内のバス停は和田あずま、和田南公民館、和田西。ありがとうございます。